はい、どうも、妖怪チプニクに来ましたね。今回もやっていきます。9日目、横取りチケットゲット、いいね。さあ、9日になったので次がね、行けることになりましたね。キュービがね、追加されたんで、まあ、キュービガシャね、今回はやっていきたいと思いますが、ボス戦もね、追加されて、多分あんまり強くないんだろうなと思いますけどね。はい、今回ちょっとキュービガシャやりたいと思います。とりあえず戦っとくか。大して強くない、あ、ちょっと相手、もう正直ほとんど周回してないんだよね。メンバーが適当ですね。3万1000だな。ほんとおまけみたいなあれですね。まあまあまあ、よいしょ、これで倒したぞ。終わっちゃった。まあでもね、飽きさせないためにいいんじゃないでしょうか。神経験ジャーマゲットできたら必殺の秘伝書が良かったけどね。あ、でも20ポイントゲットできるからここで周回したらいいのかな。おお、チャレンジステージ解放された。あ、こっちの炎竜もあるんですね。なるほど、まだあっちの炎竜倒してないんですけど。必殺技に対しては反撃、必殺技効果は無効化、ビーバーゲージ吸収、特殊能力を持つキャラ、ドラゴンメダル。なるほどね。これ取る、地獄ムードになってるな。ドラゴンメダルいいな。まあちょっとこれまた後でやりましょうかね。はい、まあなんかメダルねゲットできるみたいですが、メダルはお知らせを見るとね、書いてありましたね。祠の東国、チャレンジステージの倒すとメダルをゲットできて、そのメダルはね、あ、ユータの専用アイテムなんだね。スキルを追加できるということで、まあ、ちょっと3番目のアカウントはリュータ持ってたかな。なんで、はい、ぜひゲットできればと思いますね。じゃあキュービのね、ガシャ回しましょう。キュービは両方のダメージアップなんだね、チャレンジと、そして 1.6% いいんじゃない。はい、回していきましょうか。もう今回復刻ないのかな。6月11日金曜日までで12、13、14、15でなんとなくこれで次ラストチャンスで終わりな感じがするので、はい、まあまあ回しましょうか、適当にね。特攻はキュービ中アップですね、ダメージは。そしてダメージダウンは大ダメ、大なんでね。はい、じゃあやりましょう。シュラコマはこれだね。これ皆さんどうなんでしょう。私今回全然遊んでないんだけど、遊んでないって言ったら失礼だな。まだお宝がね、まだスキルで、はい、くすぶってますね。ただまああと2個かな。やっぱね、今日チケットゲットできたけど、やっぱ無課金勢にはちょっと厳しいイベントですね。ミッション追加されたりしてんのかな。特に追加はないのか。コドルチケットもね、本当にゲットできないんで。ノーミスでも無課金でクリアできるのかな、この横取りは。ちょっとわかんないけどね。はい、ごめんなさい。そしたらガシャ行きましょう。どうなんでしょうね。周回でゲットできるのかな。もうみんな横取りとかもう終わってるのかな。はい、どうしよう。10連にしとくか。キュービーそんなに使わないよね。私不思議が弱いんであれだけど、まあ各アカウント10連ずつぐらいでいきましょうかね。ちょっと周回も足りないから、もうワイポもねえよ。ああ、チキショー、
そうそう、前回さ調子に乗って50連とか回しちゃったからな。ラストチャンスで頑張った方がいいよね。周回あんまやんねえからな。次のイベントでもさ会社回さしなきゃいけないから、ちょっともうでもちょっと寂しいからもう10連ぐらいやりましょう。ああ使っちゃった。これ貯めんの大変なんだよな。1回20ポイントぐらいしかもらえないから。ああ出なかった。最近青多いよね本当。やばいな。次またおはじきかな。気まぐれゲートがいいな。さあ行きましょう。あーこっちのキュービでした。はい、じゃあ2番目のアカウント行きましょう。ガシャは当たらん。はい、これ2番目のアカウントなんですけど、そうだ周回全然してないからちょっとあれだね。すごい7まで周回してんのに1個もお宝が落ちてないんですけど、はいちょっとごめんなさい、 Y ポイントもないんで今回ちょっとスルーしたいなと思います。横取りチケットも交換できないな。はい、まあちょっとただこのアカウントはね、残念だね。10連当てたかったが、まあ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 しょうがない。3番目のアカウントいきましょう。まあその分秘伝書貯めましょう。はい、じゃあ3番目いきます。残念。はい、これ3番目のアカウントで、3番目のアカウントも結構進みましたね。あとちょっとでね必殺はいけるかな。横取りチケットはそうだよね、ドロップしないからあんま関係ないよね。はい、じゃあ行きましょう。これはねリュータがいるんですよ。なのでリュータがいるのでぜひね、チャレンジステージクリアして、ドラゴンのメダルでね、このダブルスキル、これ何なんでしょうね、もう決まってんのかな。はい、炎の試練を突破して入手したドラゴンのメダルの力によって闘志が燃え上がった。まだ突破してないけどね、竜太。死竜討伐という熱い思いを胸にさらなる修行に励むということで、竜太どうなんでしょうね。3部作で次でなんか本当に自身が最後竜になっちゃうような気がするんですが、てっ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 てみたいなね、そのデレンデデレンデレレンデレレンデレレってならなきゃいいけど、リュウタのこれかキャラクター豪傑なんだよね、リュウタのくせに。スキルここに書いてないな、特に教えてくれんのかな。ゲットしてからのお楽しみなのかな。はい、まあまあまあ、リュウタ超強力なスキルが一つ増えるって書いてあるんだけど、何かはやってみてのお楽しみなのかな。ということでリュウタ、ちょっとこのアカウントはリュウタ持ってるんでぜひともちょっとクリアしてみたいですね。まあちょっと3番目のアカウントだからな、難しいかな。でも1万あるんでね、次のねラストチャンスを回したいから、そうペースをね崩して20連とかねやっちゃうぐらいいけないんですよ。とにかくそうこのゲームを楽しむには10連をもう愚直に、とにかく10連で納得してね。ダメだったけどね、10連で、そう10連でいいんだよ。でダメだったらダメ。お来い6オーバー。うん、おお、まあ、SSS が2体出たらいいか。ラストおすまいという感じでござんすね。はい、まあちょっと追加できなかったんですが、まあ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 地道にね、ちょっとこのアカウントはラストチャンスガシャでなんとかねこう
ぶっこんで、ぶっこんでというか、たまたまでクリアしたいですね。はい、これ3番目のアカウントね。ちょっとせっかくなんでもうやっちゃおうということで、裏ルートを攻略しちゃいましょう。3番目のアカウントはね、豪傑強いからね、多分いけそうですね。じゃあこれちょっとさっきもやったと思うんですが、ちょっとキュービー倒しちゃいましょう。まあキュービーは簡単だけどね。はい、豪傑メンバーね、この3番目のアカウントは本当に充実してるんで。この学校側がいれば楽勝だね。ちょっとリュータはねレベルが上がってないんだけど、まあいけんだろうということで。15ポイントだと。さあステージ46いきましょう。でどうだな、ちょっとヒットポイント高い方がいいから、凍結の方ですか。こっちのセブンの方が高いか。これ遠流ね。はい、行きましょう。なんかそんなに強くなかったんだよね。あれひょっとしてこっちのドラゴンメダルの方の遠流は弱いみたいですね。いやあっちの遠流実はまだ倒してないんだけど、こっちは簡単っぽいです。はい、12万9000で攻撃1100、反撃は1200ぐらいかな。陽気ゲージ吸収があるんで、どんどん必殺技を打っていきましょう系ですね。ちょっともう1個ぐらい仮にしとけばいける。リュウ君で倒せるかな。リュウ君ちょっとレベル低いんだけど。ああ行きましたね。という感じでこの地獄ムズはそんなに強くないので、はい、まあサバーガでもね特攻なしでも倒せそうということで、ドラゴンメダルね投資ゲットしました。リュウ君ねちょうど持ってますので、はい、ということでね、これが貴様の力か。目標とするものに懸命に追いつこうとする思い、競い合う存在に決して遅れは取らぬという負けん気、そして島の者を、皆を守りたいという揺るがぬ意志、貴様の闘志は我が炎よりも熱く燃えているようだ。見事なり里羽龍太、貴様はついに我が試練を乗り越えてみせた。その証として我が化身であるドラゴンメダル闘志を授けようぞということで、ドラゴンメダルをゲットしました。横取りチャンスタイム。はい、ということでね、ドラゴンメダルゲットしましたんで、これね、早速使っていきましょう。たまたま持っててよかった。スキル2が解放。はい、どんな感じになってるんでしょう。見てみましょう。横一線に妖怪プニを消しさらにサボらせるということで、うん、これですね、すべての種族へダメージアップですね。 10% すごいじゃないですか。はい、なのでいいんじゃないでしょうか。ぜひね、そんなに難しくなさそうなんで、ぜひ倒してみてください。最後じゃあシュラコマだけでも倒してやってみようか。こっちの遠流強そうだよね。シュラコマ、シュラコマの特殊キャラだよね。
こっちのエンリューは強いんだよね。まだちょっと戦ってないんだけど。はい、ちょっと白駒だけ最後ダメージアップどんなもんだっていうね。技レベル3ですね、リュウ君。これはゲージは溜まっていない。リュウ君使って25万、あ、一撃ですね。反撃あるの、あ、ヒットポイント残してクリアとかあるからあんまりオーバーキルじゃない。なるほど、という感じでした。はい、ダメージアップするんで、まあ一撃で技レベル4なら一撃で倒せんじゃないかな。3だったけど、はい、殺技ゲット、殺の秘伝書ゲットということで 10% アップ、すごいね。1000だったら1100、1万だったら1万1000にダメージがなるって感じで、はい、頑張っていきましょう。ちょっと炎竜は強いんでしょ、多分こっちの炎竜強いんだよね。さっきは12万だったけど、こいつ12万じゃ済まないよね。ガシャ動画だったんでちょっと脱線して、随分、あー45万か、これは大変だ。はい、これはまたちょっと上と頑張りたいと思います。はい、じゃあすいません、今回こんな感じにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。45万はきついな。お邪魔玉もあるんだね。無理だよ。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。特攻なしでも倒せるのかな。リボーンがいればいけるか。お邪魔玉だけだもんな、リボーンな。チキショー。はい、じゃあまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。難しいね。